なるべく内へと地元ホームコースの赤岩義雄が当然のごとく動きを見せてきますが、高額版から辻映像、山田優太も主張の2コースで赤岩義雄が3コース戦です。創刊70周年記念中日スポーツ賞第44回の龍神杯ファイナル優勝戦、すでにホームコース3艇辻映像、山田優太に当然のごとく動いた5号艇の赤岩義雄、この3者を見ながら3号艇の峰重裕二、4号艇の原田秀也に6号艇の吉田俊彦と続きます。直線自慢であっという間抜けていきたいのがシリーズリーダーの辻映像です。常に攻めの姿を披露する山田優太、久々のガマゴーリで至福の瞬間を迎えたいとばかりに闘志闘魂の赤岩義雄。3号艇こちらは夢の初部位に向かってのアタック、出足系はかなり来ているが、峰重裕二、原田秀也、今シリーズ展開ハマりまくります。6戦4勝という原田秀也、サイアウトに6号艇巧みに外からでも展開を捉えるだけの層があります。テクニック6号艇吉田俊彦で1番2番5番ダッシュ3番4番6番の優勝戦です。ファイナル優勝戦スタートします。3号艇トップタイミング1番5番3番揃ったインセンター、4艇1号艇伸び返す、辻映像がまずはコーナー先手を取った。2号艇山田優太が果敢な外前もターンが流れた、コンパクトにくるっと5号艇の赤岩イン主導権握ります。1号艇の辻映像、5号艇の赤岩義雄が2番手、果敢にいった2号艇の山田優太現在3番手、スタート前提正常であります。トップで回り1号艇独走体制、強いて1号艇の辻映像、5号艇2番ターンの赤岩、外から2号艇どんどん握り込んだ2号艇の山田優太強襲、かなり攻め寄ってコツンとボートが当たって5号艇の赤岩義雄の方がリードを取ります。外をまだ食い下がって2号艇の山田優太、後方4番6番3番と原田吉田にラスター3号艇の峰信也が続いています。おっと2号艇一発目のサイドのかかりが咲く、フラフラとここで流れた2号艇の山田優太が交代、赤井は一気にセーフティー圏ですが、イン主導権完全に自慢のストレートで伸び返していた1号艇の辻映像であります。辻映像が悠々コーナー迎えてトップクリア、5号艇の赤岩義雄が2番手、2号艇の山田優太が3番手、後方6番4番と吉田に原田が絡みついてラスター3号艇の峰信也が続くファイナル優勝戦であります。最後のバック構成入りました1号艇の辻映像、堂々の仕切りであります。68号機のモーターポテンシャルをフルに引き出し、説明無用のハンドルテクニックとの噛み合い抜群でありました。シリーズリーダーが堂々1番人気に応えますが、玉子織は SG を含めて3回目、通算は79回目の優勝に向かいます。龍神杯を制するか1号艇の辻映像、5号艇の赤岩義雄が2番手、2号艇の山田優太が3番手、優勝戦まもなくゴールイン、先頭1番の辻映像ゴールイン、おめでとう。2着で5番の赤岩です。2番の山田が3着、6番の吉田、後方4番の原田に3番の峰重ゴールイン。